どうも、良い風景です。ブラッドステインとリチュアル・オブ・ザ・ナイトの実況プレイです。マスター・カーペンター倒せることを確認しましたね。回復アイテム総動員だったんで、まあ動画外で。で、頂上の鍵入手しまして、居住区にあったんですけど、まあそこ の中に敵がいました。頂上の悪夢っていう敵でしたね。まあこれも大した敵ではなかったんですけど、これに至ってはジャックポートというシャードもゲットしました。でもそのため、やっぱこれも大したもんじゃなかったかなと感じです。で、あとね、ここ、前回のボス倒した先なんですけど、この下にね、このコインの裏ですね、ここにアイテムがありました。これ、バルキリティアラっていうやつなんですけど、まあ、ラック上がるけど他弱くなるみたいなね、感じですけど、まあでも、見た目可愛いからこれつけますか。よし、じゃあ探索やっていこうかなと。ん？なんだこの針金は。この下行けるのか。やっぱり。あ、別のエリアになる。こっち何なんだろう。あー、穴があるだけか。行ってみよっか。うん。永久評価。あ、別のエリアになるとね、あれ、ここにラスボスがいるのかなって。なんか悪魔凍ってない？悪魔凍ってますね。まだ長いのかな？宝箱ある。カシミア装備。気になるな。強いのかな？悪魔凍ってるね。だいぶ落ち着いたとこだね、ここ。いいんじゃないかな。いや、ボスいそうじゃね、これ。大丈夫だね。ボスじゃない。でもなんか怪しいな。その下セーブか。一応読んでおきますか。残月刀で、なんかそういう技できるんだね。こう追いかけるように下から切り上げるだって。なんかいろいろあるみたいだね。まあいいか、とりあえず仕切り直せるみたいだな。はい。こんな夜を、さて何を錬成する？なんかあるかな。カシミアっていうからには武器じゃなくて防具だろうね。エルダーティアラ、これか。へえ、イニシャル受け継がれている冠だって。あ、ビクスバイト使うんだ。ビクスバイトはなんだっけ、ほら、マスターカンペーター倒した時にもらいました。これ使っちゃっていいのかな。どうしようか。これか、カシミヤソフト。シルクのドレスとアレキサンドライトで作れるんだ。これ異様に強いですね。女王のドレスか。アレキサンドライトはどこにかわからない。シルクのドレスは作れるのかな。金のかける3か。でもこれ一応作っておこうか。うん、よし、じゃあ行きますか。もしかしてマスターカンペーターがビクスバイト落とすのかな。まあとりあえず、あ、クリスタルアーマーだって、マスターカンペーターでも倒すと大変ですね。なんか装備が絶対的にこう足りてない感じがします。これはヘビーリング、経験値アップですね。だからこの先か。あ、知らないだけか。でも、借り替えのありそうな形してないから、なんとなくさ。物投げてくる。結構長いね。ジ・アックス・アウトサイダー。よし。これか。よし。狙っていこう。魔王の頭蓋骨。なるほど。お、来た。なるほど。割れた微妙かも。オリハルコンだって。やった、貴重品じゃないか。
じゃあ抜けてきますかね。倒しておこう。これは普通のやつはない。クリアンシューター、これ厄介だな。あーっと、またいるね。アックスアウトサイダーいるね。それ位置的に厄介だな。後ろに回り込みづらいですね、ここ。よし、まあ慎重に行きますか。その飛んでるやつな、なんかありそうじゃない、そこ。これは何、普通の。え、これもクッションシューター。あ、モサの鍵だ。やっぱりなんかモンスターいるんだろうね。多分強敵でめんどくさい太刀だと思うので、また動画裏で変わるから、アイテム使いまくれば勝てますよみたいな感じかもしれない。セーブじゃないな。どうする、どっから見る。この右からか。それ位置的に倒しづらいな。しかも後ろに悪魔がいるか。いや、抜けてしまうべきか、これ。そうだな。いや、目玉だ、トレーサー。探索優先しようか。あ、これセーブか。よし、助かったね。うん、とりあえずこのですね、さっきスルーしたところ、まず見ちゃおう。それなんか厄介そうだな。宝箱か。よし、なんか久しぶりに使ったフラガラハ。これでも大したもんじゃないよね、確かに。だいぶ弱い。じゃあ多分この下が本命なんじゃないの。やっぱりそこボスがいるか。なるほど。じゃあボスかな。どうしようか、変えてみくか。リップマスターでいい。じゃあちょっと行ってみよう。どんなやつなんだ。あ、来たか、涅槃弱女。とりあえずストーリー進んでって感じだね。全部オフだ。ミリアム、任せたぞ。残月大丈夫かな。ほう、貴様がその刀を持っておるのか。だが、あの男が使わぬのなら脅威にすらならぬわ。ジーベルを操った悪魔、そして残月から託された思い、私はあなたを絶対に許さない。面白い冗談よ。小娘の相手などつまらぬが、貴様の結晶の力は必要なのでな。あなたたちの自由にはさせない。第一の柱、ヴァエル様をこちらにお呼びするためだ。さて、覚悟してもらおう。どうするかなって。無知でもダメか、通るね。どうする、このままやってみる。あ、やべ、カースかかってる。あー、でもダメか。やっぱり
やっぱ角飾りにするか。これの方が強いよな。 DS 入れ微妙かな。やっぱり当てづらいんだよな。どうする、片手剣でいいやつあるのかな。まあいいか、残月といくか。よし、あ、残月とあったらクリティカルヒットするわ。そうなのか。いけたいけたいけた、残月と強い。なるほど、残月と強かったな。やったうん、剣を変えたら楽勝でもなかったけど、まあいけましたね。構えた方向の少し離れた場所に自身を移動。あ、これもしかしてさ、これかな。あ、できるんだそういうことか。だってこう生き方わからなかったもんね。強くなっていく。パリー、ブルトカングでパリーできた。なるほど。あれ、ブルトカングで手に入ってんだっけ、持ってんだっけ。これはシックルムーン、グラム、シェダル、デュランダル。なるほど、ここだ。ちょっと待って、これが制圧して、なんだこれ。うん、なんか弱くなるね。ディフェンスはでも上がるのか。なるほど、まあいいか、つけておくか。これでしょ、これ。てっきりその上の壁壊すのかと思ったけど。あすいません、ミリアムさん、許してください。これはもう助けなくてもいいってことよね。違うんです、ミリアムさん、ほんの出来心なんです。一瞬話に聞いた日本ってところに行ってみたいなーなんて。帰るわ待ってください、置き去りにしないで。次変なとこで見かけたら分かってるわね。今日に命じておきます。そういうわけでミリアムさん、あれお願いしますさすがに申し口でね。本当に頼むわよ。へい、アナさん、さっさと飛ぶ。はいはい、さあ、まったく、後で街で確認しないと。本当はね、まあ、とりあえずお金もらったってまあよかったかなと。ここは他には何もないのかな。さあ、いるかな。ちょっと確認しよう、本当にいるか。あ、いるいるいる、よかったよかった。アネさん、無事に帰ってきましたぜ。はあ、ちゃんと帰れたみたいね。すいません、これをお納めください。あ、やった、逆境の指輪。これはうちの家系に伝わる家宝なんですが、アネさんに使ってもらった方がいいかと思いやして。ありがたくもらっておくわ。うん、これか。
状態上手にパワーアップか。なるほど。面白いですねこれね。来てくれ。さて何を連成する。勝利は特に作れないな。連成。あ、シンクのドレスだって。なるほど。これは強くなるよね。うん。竜の心臓で作られた。シルクのドレスから。なるほど。どうする？行ってみる？なんだっけ。コロネーションドレスよりかは、やっぱでも、劣るんだね。アレキサンドラーテがどこにあるかわからないからな。クシオンシュート、アイスエレメンタルとか、この辺りかな。こいつダイヤモンド落としたんで、アレキサンドラーテもっていう可能性はあるよな。まあ一応狙ってみるか。あ、出た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 。やったー。これ圧倒的に強いですよね。うん、じゃあこれ作りましょう。これにしようかな。よし。これはいいぞ。あとはなんだっけ、エルダーティアラかな。これ防御1上がりますね。インテリジェンスが結構上がるんだな。ビクスバイト1個使うみたいだけど、どうする、使っちゃっていいのかっていうのあるよな。作っちゃおう、これ。これにしようかな。これはいいぞ。何かあったらすぐに戻ってくれ。はい。まあ装備こんな感じになりましたね。とりあえず見た目は体みたいだな。なるほどね。で、モサの鍵あるんだよな。私が集めた化け物の情報はこれかな。レブダントっていうのがいれば倒してみよう。この下のはずですけど、さあ行ってみようか。どんなやつ。モサの間初めて。ちょっと回復アイテム使いまくって倒すことにはなりそうです。あ、この演出見たことある。これかな。あ、ちょっとムチ持ってるよ。そうなんだ。おお、ムチの一族なんじゃない。ムチだよ、ムチ。ムチの使い方があれだね。おお、一族っぽい感じするね。十字架とか投げてくんじゃない。あとな、現状そんなに強くないな。まあコードパターン的には。わあ、ちょっと待って、斧を使ってくる。某一族っぽいな。一族っぽくない、なんか。ちょっと待って、やばい、なんか似ている。なんか似てますね。やっぱりムチ戦いやすいな。もっと強力なムチ欲しいんだけど。あ、いけたいけた、一回でいけた。弱かったな、割と。あ、シャードも出た。ルーインピーク、投げる手元に戻る刃を投げる。頭蓋骨も出た。うん、なるほどね。じゃあちょっと戻ってみようか。さあ、討伐のご褒美を。何、私が集めた化け物の情報はこんなところ。リヒターの敵。どっか聞いたことある名前だよな。よくや。はい、剣。何、場にはもうないか。うん、まあまあかな。隠された軌道を持つ剣って書いてあるね。これか。割と普通の剣っぽく、確か技使えるんだよな。これか。お、すごい。うん、これ面白いね。こうか。できたできた。これ面白いな。あるかもしれないね。はい、じゃあ今回はここで終わりします。ご視聴ありがとうございました。